ウェブ TV 平沢克栄チャンネル六月です先生どうぞよろ,よろしくお願いいたします。まああのついに入っちゃってますけれども、はいえー、景気がいいのかな良くなるのかなという期待感もありますから、はい、なんとなくこう子供たちが傘をさしてあのピチピチチャプチャプララランじゃないですけどそすね,ねそんな気持ちですがで,す、ね、でも、えー、国の方もついに飯島内閣官房参与動きましたね。そうですねこれはあの。 飯島さんはおそらく安倍さんの了解のもと極秘裏に動いたと思うんですけどね、はい、極秘裏に動いたんですけども北朝鮮はもう待ち構えてて全部表に出してしまったと。はい で私は飯島さんが動いたこと自体は、ですね、はい、これは非常にいいことだと思うんですよ。はい、なぜならば、このラジオ問題にしよう何にしれ戦争するわけにいかないんですから、えー、ですから、あとは話し合いで解決する意義がないんですよ、はい、ですから、話し合いのパイプ、ルートを持ってなければ、これはもう絶対に事態は動きませんから、えー、でその意味で言えば、飯島さんがね、安倍内さんの意向を受けて、話し合いをしようと、ね、それで、その対話によって、 え解決の道を探ろうということで動いたこと自体はいいんですけどももともとこれは日本は前々からあの対話と圧力ということを言ってて対話をしたかったんですけど向こうが全部拒否してたわけですよね<ー>ずっと拒否してたのがなんでこの時期に急にえ飯島さんを受け入れたかとまあこの辺はやっぱり向こうがしたたかですから私はそよく慎重にえ検討しなければいけないなと。島さんを 向こうはその受け入れたとき受けたわけですけどでその狙いは何だったろうともう今、北朝鮮というのは大変に今困っていたわけですよね、はい、なぜかというと一つにはその中国から、頼みの中国から金融制裁を受けちゃったわけですよね、うん、あの核実験をやったものですから、はい、で国連の決議もあって金融制裁を受けてえ金,あの金融機関がね 北朝鮮とのあれ取引が停止というようなこともあって、はい、もう北朝鮮はまず大きなそのパンチを食らってその上に北朝鮮としては大失敗だったんですけど韓国と合同でやってるあのケソンの工業団地ってあったんですけど、はい、そのケソンの工業団地にで働いてるその。 北朝鮮の労働者は5万数千人いるんですけど、うん、この5万数千人が全部クローズしちゃったわけですからあ,<ー>あれ5万数千人を食べさせるって北朝鮮は大変だと思いますよあ家族もいるわけですから。確かにその5万数千人を あ,あっと首にした,ったわけで,しょ、はい、で今まで5万数千人にその韓国系の企業がそこに進出しているわけですから全部給料払ってたわけですよ、はい、その給料を北朝鮮が全部取り上げてそのうちのごく一部だけをその従業員に渡していたわけですから<ー>それが全部来なくなっちゃったわけですから<ー>北朝鮮としてはなんでこんなバカなことをおそらく北朝鮮とすれば今は失敗したと思ってるでしょうけど、えー、もう本当に困り果てているわけですよね。で、はいはい、ですからそういうい中で えー、そのモンゴルに行って食料を頼んだりなんかしてるんですけどうん、うん、ともかく初めてです、ね、アメリカ、中,中国、韓国日本と4か国があの一緒になって北朝鮮の制裁のに加わったということなんですよねうん、うん、中国は今まで加わってなかったんですよ、はい、なんとかかんとか言いながら。アメリカ 日本、韓国はねあの一緒になって制裁加えてましたけどあ中国は必ずその仲間から出てたんですよ。それが今回一緒になって制裁加えてたもんだから北朝鮮からすれば参った、参ったという時にああの飯島さんにこっち来いということで、うん、飯島さんも行ったということですから、まあ、北朝鮮からすればですねこのやっぱり4か国の連携をまあ崩したいという思惑があったことはこれも間違いないと思いますよ。よ、うん、ですから 実際、えーあれですよね、アメリカとか韓国は飯島さんの包丁を知らなかったということで強い不快感を示してますから、うん、まあこれはやっぱり、まあ、言わなくていいんですけどね言わなくてもいいんですけど、うん、あのアメリカとか 韓国はもういわば抜け駆けでやったということで大変なあの不快感を持っていますけどね、まあ、だけど結果さえ出ればいいんですけどちょっと今のところ結果は見えないですよねこれはもう時間経ってみなければ分かりませんけど。であの飯島さんが北にに行かれた時に、ね 私が議見省ないのはこの日本から、ね、あの助さん、格さんというか相当なあの、ね、あのあのチェック役の人がついていかないとこれ危ないと思うんですけれども、ね、ちょっと誰かあのしっかりした人がついていったという感じはないですよね。うん、あ,あれは、ね、あのあの北朝鮮という国にあの事実上飯島さん一人で行っているわけでこれは危ないですよねあのタラップを降りてくるときにこんなでっかい荷物を本人が持って降りてきたでしょ。あ,うしね、あれはねもし政府の、えー あのやっぱ意向を受けてね、はい、あの北朝鮮の方と話をするならこれはね荷物ぐらいは誰かに持たせなければあれ自分でこんなでっかい荷物をねあのプラス下げて降りてくるというのは世界中にあの映像が流れているわけですよ、はい。よ <laughs> ですからそれはもうみっともない話で、えー、それからキム・ヨンナムという向こうのプロトコル上のナンバー 2, ね、はい、2> これ実験はないんですよ<ー>実験はないけども外交儀礼上はあのナンバー2なんですよそのナンバー2がその飯島さんのところに出てきたというのは向こうからすればやっぱりね日本の代表とあったというね、はい、今、俺たちは制裁を受けているけどもしかし日本はちゃんと俺たちと話をしているとねに来たと頭を下げたと。 いうことを世界中にこう結局あのメッセージを送ることができたわけで、はい、北朝鮮からすればあの大成功ということになるんじゃないですかねあ、はい、あの,あの,なのはあった時ね。 飯島さんんが頭をここううやっててて下下げて向こうは下げ向はないんですよあ,<ー>あれだって飯島さんは特に意識してないと思うんだけど、はい、向こうはこれ絶好の、ね、写真をあ、まあ、あの撮れたということでそれを世界中に流してるわけ <laughs> そうするとなんか日本がなんか謝りに来たという<ー>ような感じにも取れますからねあ<ー>それで、まあ、政府特使ということでもないんだけどなんか政府特使みたいになっちゃってますから。で、はいはい、ですからそのの意味で言えば北朝鮮の 思惑は見事に成功したと、ね、ですから問題はこの飯島包丁をどうやって今後に生かすかということだろうと思いますよ、まあその後あ,あの安倍さんは、ね、次から次にメッセージを送って特定失踪者も全部返さない限りだめだということも言ってますしね。 あのまあ、この拉致問題が解決してない限りそれり絶対この、日本と北朝鮮が、ね、あの国交正常化するということはこれはもうありえないわけでそれからあの、この拉致の実行犯を引き渡せということもメッセージとしては送っていますしいずれにしろ北朝鮮からすれば、ね、日本側の考え方はずいぶん分かっていますからうん、うん、ですからそういう中で北朝鮮が今後どう出てくるか。な、ね、なかなかあの北朝鮮と国も しただかですから、はい、ちょっと読めないとこありますけどそういう中でねここに来てあの拉致のの関係のいろんんなあのニュースが流れてるんですよんでその中の一つは韓国で2人の拉致被害者が北朝鮮にいて帰ってくるというような話も流れたり<ー>で最近はラオスに、ね、あの脱,北者が脱北したその9人がラオスに行ってでラオスからまた北朝鮮に 戻されたとラオス政府がその韓国に行きたいというのを北朝鮮に戻しちゃったと<ー>、ね、本人たちはラあの韓国に行きたいというのが、はい、それでその9人の中に、ね、日本政府が今、拉致で認定したのは17人いますけど、はい、その17人の認定したその拉致被害者の中の1人の松本京子さんの息子さんがいると<ー>いうことを韓国の東亜日報という韓国の大手紙が報道したわけですよ。<ー>でこれでまた一つの 騒ぎになってますけどね、えー、まあこれ事実関係は分かりませんけれどもこれ調べる必要があると思いますけど、うん、まああの拉致の被害者の,その息子さんがね、うん、そんなそのいやホームレスみたいな状態でそ,のそれで脱北するなんていうことが果たしてできるのかどうか、うん、要するに向こう北朝鮮の場合は拉致の被害者とかあるいは拉致の被害者の家族がもしいればこれは特別なそのところに まあ、あ,のある程度、かくまっているはずですから、うん、ですから、そんなその一般のところに置いてきて、ね、それで脱北できるとか、あのホームレスになるとか、そんなあれ状態には置いているというのはちょっと考えにくいんですけど、ともかくそういう情報が流れていますから、はい、まあこれも審議はあの確認しなければならないわけで、うんまあ、いずれにしろ今あの、日本政府が認定したのは17人ですけど、はい、もう被害者はこのこの他にね、あの 青森の沖の漁船の遭難のあれも、ねはい、拉致されたなんていう情報も流れてますし、はい、もう何人いるか分からない、ね、これはですから私はこの問題を完全に解決するためには今の政権が変わらないと無理だと思いますよ。だって今の キム・ジョイルの政権をそのまま継いでるわけですから<ー>でこれはキム・ジョイルのいわば犯罪ですからねそれをそのまま継いでるわけですから今の政権あるいはその政権の流れをずっと組んだ政権が続いている限りは、はい、この問題は抜本的に解決というのは、はい、これは私はありえないと、えー、ですからおそらくしばらくはこんな膠着状態がまた私は続くんじゃないかなとですからこれ解決するためにはともかく あの政権が変わらないと、うん、それで新しい政権ができればね前の政権がやったということでこれはあのいろいろと事実関係を全部明らかにすることはできるでしょうけど今の政権は自分の親父のその,そのまま来てるわけですから、うん、親父の政権をそのまま継いでるわけですからそんな親父のいわば責任になるようなことをどん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 暴くなんてことがこれはできる、うん とととはちょっと考えられないとす、ね、確かに北朝鮮のミサイルの問題、はい、核開発の問題いろいろありますよね。はい、だけどもここで私たちが初めて自覚をできたのは、はい、この拉致問題は。 日本国民が解決しなければならないんだっていうここはもう今にきて出てきたキーワードですよね。そうですねこれ安倍さんもですねあの拉致問題はその、まあ、韓国とかアメリカが飯島包丁を知らなかったということで不快感を示したときに、はい、安倍さんは野党にとんどんないと拉致は日本がまず解決しなければどこもやってくれないと、はい、まあそのとりですよです、ねこれ、これはね。 国の国民のことが大事なんで、はい、今、北朝鮮にアメリカ人が囚われてるんですよ、はい、こっちなら大事だけども、<ー>日本のね、拉致の被害者のことは、それは二のの次の次三でしょう、うん、私たちはその報道を聞いていたり、またさまざまな国会での質問を聞いていて<ー>その4か国協議であるとかね、<ー>いろんなその、えー、座組の中で、この拉致問題も、国際社会の中で一緒に解決してくれるのかなと、ずっと思ってたわけですよね。そ<ー>そういううういいい人たちもも多いと思うんでです<ー>だけども実はそうではない そうだね、拉致問題についてはやっぱり日本国民が意識を持って北朝鮮と向かい合ってえっ、えー、粘り強く扉を開けなきゃいけないんだとえ<っ>、えー、言われた時に。 そうだよねと当たり前のことなんですよ、今まで外国に頼りすぎたと思すねだから拉致についてね韓国だ、中国だ、アメリカだと、みんなお願いします、お願いしますと、それだけじゃなくて世界中に頼んだんだけど、全然進展しないんですよ、当たり前のことで、ねそれはアメリカからすれば、ね拉致なんていうのは、ね日本の拉致は2の次、3の次、もっと言えばですね、もっと言えばですね、 中国だとか韓国だとかアメリカも拉致は散々やってるんですよ、あの国は。日本はやってないからね、それはアメリカ頼みますけど、アメリカはそういえば、俺たちも自分も散々あちこちで拉致をやったなと、アメリカのインテリジェンスなんかこんなことやりますから、韓国だって日本から拉致してたことあるじゃないですか、近代中なんか拉致してるじゃないですか、はい、中国は今でも、ね、海外にいるその反政府系のあれを拉致してるってことは言われてますけど、うん、中国はもう今でも拉致をしてると。 いうことは言わわれてるわけで外国は今でも拉致してるからアメリカからすればね<ー>そんなねその拉致なんていうのは、ねうね、そのアメリカからすればね自分の国の国民になると思うから<ー>他の国の国民のために一生懸命ね<ー>やるなんていうことは。 しかし、外交ってそうなんですね、す6か国協議、4か国の協議、いろいろありますけれども、近隣諸国のね、ええ、やっぱり自国の利益のために協議してるんであって、そりゃそうですよね、ね皆さんね、国益をかけてるわけですから、国益を背負って、いろいろ交渉してるわけですから。ここで一緒に出ていればの<え>の拉致の問題も 少しずつ解決すするのかと思ったたなんででね自分ち日本がやっぱり一生懸命、やっぱり先頭に立ってやらなきゃだめ、えーまあ、側面からの支援というのはし,あのしてもらう人はありますけど、はい、まずは日本がう、ね、あのしっかりとやらない限り、えー、他の国に全部、おんぶに抱っこなんていうわけには、そんなな甘くいいと思います、えー、戦争はしてはいけないし、えーえー、争っても戦っても悪口を言ってもいけないけれども、やっぱり自国が受けている試練とか、さまざまなものをやっぱり自国のみんなで協力しちゃってやらなきゃいけない。 やっぱりちょっと平和ボケしてましたねそうですね,ね <laughs> まあでも一日も早くねこの拉致家族の皆様って本当ご高齢ですからねご高齢ですから、ね、もう時間の問題ですからす、ね、早く解決してないといけないですね,ですよねそうですねら日本国民のあの同じ全員の思いでしょうね思いだと思いますねわかりました、はい、え引き続き見つめていきたいと思います、はい、どうもありがとうございましたありがとうございました